ASEC はカナダのモントリオールに本部を置き、世界126以上の国と地域に4万人以上の会員を有する学生による国際的非営利組織である。学生団体としては世界最大である。正式名称はフランス語で国際経済小学学生協会という意味で、ASEC はそのフランス語による当事語である。2007年から 国際連合経済社会理事会非営利組織委員会に参加している。国際的な視野に立ち、かつ自国の社会や人々の発展と成長に貢献し得る人材を世に送り出すことを活動理念としている。主管事業は海外インターンシップによる実務経験と国際理解の経験を提供すること。現在では世界124以上の国と地域で活動している。 日本には1962年に設立され、事務局と地区や大学ごとの課外活動団体として、活動している25の委員会で構成される、特定非営利活動法人アイセックジャパンがあり、日本からの学生の送り出しと、海外からの学生の受け入れ等の事業を行っている。2019年現在で公式サイトに掲載されている著名な企業、組織は以下の通り、 発祥地の影響でヨーロッパ企業が多い。エイセックがアルムナイと呼んでいる元メンバー、またはインターン生には以下の著名人がいる2012年8月17日、ルーマニアの首都ブカレスト郊外の道路脇で日本人と思われる若い女性の死体が発見され、アイセックジャパンを通じて日本語を教える、ボランティア活動に参加するために単独で ルーマニアへ向かった学生であることが確認された。アイセック側の度重なる不適和が要因で発生したと指摘されている。アイセックジャパンは8月20日の午後6時過ぎに遺族の意向を踏まえ一切の説明を差し控えるとのコメントを発表し、同日公式サイトにも同内容の告知を掲載している。ありがとうございます。